メビウスに加わる決心は？ええ、できています。はい、みなもです。ね、やらないっつってたけどね、暗闇でやってます。事故の時、私は一人じゃなかった。みんなはどこに？ちょっとね、暗闇モードで、ちょっとプレイをしようということで、まあ、あんまり別にアーカイブとかも探さなくていいから、まあ、クリアすることだけに専念してちょっとやっちゃおうかなと思ってます。ちょっとね、世界観を堪能しつつ、だからね、道もあんまり迷いませんよ、今回はね。はい、炎。ここにいたらまずいわ。ヒールでこんなところ歩くからすごいよな、彼女。頼るべきものはフラッシュライトのみらしいですけど、さあそれがどうこのプレイに影響してくるのか、ちょっとまだ未知数ですけど。もう戻るのは無理だ。振り向いてみる。不気味。バックアップを取れ。そんなはずは。おい、ジョセフ。きっとみんな死んだ。レスリー・ウィザーズ。何です？キッド、集中してしっかり聞いてくれ。これは重要な仕事だ。我々の行っていることは全てそうだ。分かっています、分かっています。そう信じたいところだが、あとは行動で証明してもらおう。話の続きだが、ターゲットはレスリー・ウィザーズ。彼はビーコン精神病院の患者だが、それだけではない。
ステムを起動するために彼が必要なのだ。彼なしではこれまでの研究が水の泡と化してしまう。なぜです？ビーコンは我々の施設、彼を確保することに何の障害が？レスリーのカウンセラーマルセロ・ヒメネスが問題なのだ。レスリーを利用して我々の許可なしにステムを動かそうとしている。あってはならない話だ。思い違いは災いを招く。ついてきてくれ。医療スタッフが待っている。別にセーブはせずにそのまま行きます。まあ、やめるときにセーブすりゃいいんだよね。だいたいオートセーブですからね、基本的に。今のところ暗闇ではないな。こっからでしょうね、暗闇になるのは。この先からフラッシュライト手に入れた後ぐらいからかな。もしヒメネスがシステムを起動したら君は引き込まれてしまう。そうならなければいいが、念のため汚染を防ぐ薬は用意してある。私を守るワクチンですか？むしろ君の存在を隠すためといった方が正しい。ステムは我々が開発したものだが、内部にゴーストがいる。そのゴーストを我々はルビクと呼んでいる。彼は我々の侵入を防ごうとしている。薬である程度君を守れるだろう。危険ならなぜ私一人で？一人ではない。君が所属する KPD のチームから同行させる。全てこちらで手配する。途中ビーコンでの事件に関する連絡が届くだろう。KPD の連中に何があっても気にする必要はない。任務において彼らは消耗品に過ぎないのだ。さあ、かけてくれ。あの少年を連れ戻せ。彼次第で何もかもが変わってしまう。必ず連れて戻ります。失敗したらどうなるか言うまでもないな。我々にとって最も重要なのは忠誠心だ。現代において信頼は貴重なのだよ。だから始める前にもう一度聞く。メビウスと組む覚悟は？覚悟はできています。ならばここからは自らの行動で証明してもらわなければならない。今からカウントダウンする。数え終わったら一連の質問をする。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。では質問を始める。信頼する相手から見捨てられた気持ちになったことは？誰か
真っ暗で何にも見えないですね。まるで実況向きじゃないなこれ。すげえ。なんとなく覚えてるからこういけばいいかなって感じですけどね。いけたいけた。あ、フラッシュライトあるわ。よし、ライトを手に入れた。これで一体何が、みんなはどこに。よし、だいぶ明るいですね、フラッシュライトあると。全然違うな、ほんと真っ暗だな。暗闇モード。しかしこれ敵は別に変わんないのかな。やっぱ一撃死になるのかな。どうなるかはちょっとわかんないですけど。こっちか。暗い暗い。真っ暗だ、本当に。開けよう。肝試しみたいですね。本当の。さあ、開けて。誰？暗いから。やめろ。光はやめろ。暗いからわかんないよ。そこにいて、今そっちに行くわ。で、開けようと思ってもここは開かないんですよ。ほら。鍵がかかっている。他に入れる方法は。で、まあこっち。よし。そして。来るんだよね。頼む。やめ。よせ。逃げるかな。あ、あ、来た。見える見える。一応見えましたね。ちょっとだけだけど、暗いからよく分かんなかったけどね。見えましたね。徘徊してるやつ、あいつが。よし、さでて。よし。ひどい。一体何がこんなことを。まあでも暗いけど、おっと、これはあの襲われるんで湧き通っていきますね。これ光は見つかんのかな。フラッシュライトは明かりはでもあんまり警戒しないっぽいですね。おいで。どうかな。いや、いけるかな。いけた。よしよしよし。うう、わ、暗いと本当でもちょっと難しいかも。自分、俺が思ってたほどに、思ってたよりも難しかった、今。え?みたいな感じで、ライトをこう、なんかこんなことやっちゃったりしてさ、ちょっとこうするとちょっとまずいっすね。よし。まあでも、大体覚えてるから、対処はできるとは思うんだけどな。あの、透明なやつがちょっと厄介かな。どうかな。辺りの状況が確認できないと結構きついですからね。おお、顔がはっきりわかるな、この明かりだと。え、こいつ行かねえの。マジかよ。しかも振り向きやがったぞこいつ。あんまり気にならないみたいですね。こっちまで来れば OK。 ドキッとするけど簡単に行けたぜ。よし、
辺から来ちゃいけないよ。おっと、進んだな。入った。よし、ええな。入った。いたね。あいつ、あ、やっぱ電話鳴らした方がいいか。ちょっとこっちに呼んで。あ、来た来た。よし。それでこっちに行くか。これはに入んのかな。あ、忘れたな。なんか忘れてるな。くそー、忘れちってるよ。よし、あ、よかったよかった、これでよかったんだ。あ、やばい、そうだった、忘れてた。見えない、何も見えないよ。見つかってるかな。あ、よかったよかった、見つかってないっぽい。わわわわ、目がめっちゃ光ってるよ。美味しくいただきましたみたいな。効率的ですね。腹から栄養を吸収するんだから。レスリー、レスリー。暗いと不気味だな。行ったかな。ったか、よし、暗い、よし。おお、しまった、いたのか。どうしよう、まずい、まずいな。うわー、ギャー、よし、逃げろ。よいしょよいしょ、どっか逃げ、逃げ道じゃないか。ジグザグに動く。ここ、ここだ。よいしょよいしょ、ふうふう、しまった、いたのか。そう、で、これはこっちだったよな。オッケーオッケー、シャキーン。オッケー、ふう、よし、ちょっと体力を回復しないとな。ハフーハフーで動きが遅くなってるから、これをあの、何もいなかったよな。来るんだよね、あいつが。でもまあカバーが、カバーをすることになるから体力はいいとして、これを押して開かない。エージェントの登録が抹消されています。これか、はいはい、え、抹消。コンピューターを使えばなんとか。データ書き換え中。しまった。来るんですわ。辛いなぁ。暗いからなぁ。何にも様子がわかんねえわ。やってないとこれはやばいっすね。おお、来た来た来た。レスリー。レスリー。わあ、すげえ。結構厄介な敵ですよね。倒
倒せないからな、あいつ。結構動きも早いんですよね、ヒールで。あの化け物、光を使って何を。よし、そしてこれか。さあ、おら、何なの、まだなの、俺は。ほっ、って顔してました、今。よし、そしてわあ、なんか暗いからよくわかんねえな。よし、あ、ここか。システムが起動すると高周波が聞こえるはず。そうなっては我々も介入できない。何が起こるのですか。無秩序とだけ言っておこう。レスリーはそこにいる。見つけ出せ。お、あれ、これ。レスリー、本当にここに。レスリーだわ。誰よりも先に彼と接触しなければ。接触しなければ。そして、あ、ここですね。お、今光った瞬間目だったね。ルベンの顔かな。暗いからちょっとは難しいね。どうしよっか。電話はそこだよな。ちょっと鳴らしてみたかったんだよね。よし、来た。くそ、危なっ。言うじゃねえかよ。そっか、これを取んなきゃいけない。危ない危ない、忘れてた。わあ、暗いと見えねえわ。こうして、こっちよ。カチャ、オッケー。よしよしよし、ヤッホー。ふう、逃げたぜ。こっちはこっちでいいのかな。本当真っ暗だな。忘れるな、君はもう我々の一員だ。これは空気が重い。これは交渉ではない、ドクター姫です。我々も結果を求められている。だからこの施設が作られた。それは分かっています。これまで辛抱していただいたことには感謝しています。時間には限りがある。そろそろその時が来た。これ以上成果を出せないのならば別の適任者を探す必要がある。そう結論を急がないでください。視覚診断を用いていくつかのテストを実施した結果、実はちょっとお話ししたいことがありまして。プロジェクターを使ってご説明しますので、隣の部屋までどうぞ。出てきた、出てきた。これは仮説ですが、今までは視覚や音といった自動的な方法のみでしか実験をしてきませんでした。それが理由で今まで成功しなかったと思うのです。わずかな意識しか残っていない患者でさえ今の方法では拒否反応が見られました。求められている結果を出すためには方法を改める必要があります。それは一体どういうことだね。なんといえば私の得意分野とでも言えばいいんでしょうか。
メカケミカルプロセスを適用すれば被験者に直接影響を与えられると考えています。あわよくば潜在意識までも。データをお見せしましょう。さあ隣の部屋へ。あの映像見覚えがあるわ。隣の部屋へ。この研究結果は長年の努力の結晶。我々はこれをSTEMと呼んでいます。上層部の方々にも必ずやご満足いただけるでしょう。この設計図は君の生徒が書いたと言っていたな。であれば君の関わりは。ああ、彼は非常に精神が不安定でして、私が窓口となった方が何かと都合がいいでしょう。その生徒を私の元へ連れてきてほしい。彼とは有意義な話ができそうだ。名前を何と言ったかね。ルベン・ヴィクトリアーノ。開きましたよ。レース本当見づらいわ。よし、これでこっちか。あ、こうか。なんかいた。自分に何が起きてるか。最近体調が良くありませんでしたが、とにかくここから大丈夫。この場所は普通じゃない。声がするけど姿が見えない。レスリーがいた場所に二人がいる。どこへ向かっているの？二人の確認ができませんでしたが。エージェントの登録が抹消されています。バイオメトリクスルームでも再認証が必要です。さあ、バイオメトロニクスルームに行こう。エレベーター乗るんですな。暗いと分かりにくいだろうな。君は現実ではありえない体験をするだろう。しかし油断しないことだ。状況の把握に時間がかかるから、他の連中よりはマシだろう。それじゃああの二人は。彼らは任務と関係ない。あのところに人影があった。捨て駒だ。邪魔になったらどうすべきかは分かっているな。レスリーを探して連れ戻す。それが最優先事項。オペレーターは顔って神経のプロファイル作成を行ってください。一人でやるしかないわね。はい、これです。ちょお、なんか一瞬映んなかった。フェイシャルプロファイル作成完了。抹消済みアカウントジュリー・キッドマンと一致。プロファイルを回復中。なんか一瞬光るときになんか顔になったりするような。気のせいかな。モニターが。ふむ。こっちか。ちょっと手紙らへんはちょっと無視してますね。完全に破れた手紙。おお！ちくしょう、しまったぜ。忘れてたな。こんなんあったな。前も引っかかったな。そして。おお！あ、そうか、ここか。これか、これか。そして、これを触るんだったな。行こう。暗くて分かんない。暗くて。スキャニング中、完了するまで動かないでください。ハンドプロ
ファイル作成完了、神経プロファイルを作成し、すべての認証プロセスを完了してください。それでこっちか。かな、面倒かな。よいしょ。おわくら。何も見えん。ああ、それでこれを落とすとこだったな。ここはですね、これを落として下がって。よし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 。こっちですよ。こいつをどうするかみたいな。ねえ。犯行？どういうこと？でも何にせよ、これでドアは開くのね。エレベーターに乗ればいいんだ。全然見えねえ。おっと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 、またパワーが減った。
これ回復しよう。はい、さすぐ回復しましたね。得た。そしてここか。ティティン。そして隠れとかないといけない。おいで。電力低下。フラッシュライトはつけといても大丈夫か。再起動を行います。数分お待ちください。あ、そうか。ここから出てくるんだった。やっべ。やべ。暗いよ。あわわわ。あ、暗いと難しいな、意外と。うわねえな。
レベーター再起動に必要な電力に到達しました。エレベーターを再起動します。お待たせいたしました。よいしょ、やっと行ったぜ。どういたしまして。メリウスは署員の快適な仕事をサポートします。まだいるわしつけ。ああ、よかった。ふう、いやー、やっと行ったな。援護の時間ね。警部、私はここです。セバスチャン、ジョセフ、メビウス、少年のためにお前を送り込んだか。彼らを信じてるのか。目を覚ますがいい。お前もそこにいるステゴマと同じだ。私もそうだった。あれほど貢献したのに。真実を知ったとき忠誠心が試される。大丈夫です。君を不安がらせる情報など闇に葬った方がいいと思わんかね。ジョセフ、ジョセフ、どこに行ったの。暗いんでよく見えませんね。彼なら一人でも大丈夫ね。まずはレスリーを探さないと。クラジャイ、全然見えんな先が。今はルビフとしてステムの内部に存在している。ルベンは天才だが、たった一人でステムの全てを設計した。だが思惑が一致しなくなった。彼はどうなったのですか。ルベンについては対処済みだ。よし、ルビク、私に気づいてる。ちょっと難しそうだな、こっから。うまくいけばいいけどな。これもでも精神病患者のホーンテッドですよね。こういった